大正大学本源寺物語は、源氏物語の写本の一つ。現在大正大学の所蔵であるためこのように呼ばれる。54冊のソロイ本、室町時代後期の書者と見られる。岐阜県日田地方の旧家に伝わったもので、1997年に大正大学が購入して、その所蔵となり、2003年4月13日から公開されている。現在は、 大正大学図書館の公式サイトにおいて、全上全ページの画像が公開されている。各館刊末の奥書きによれば、炎徳2年から明王2年にかけて書詞された、寄合書きであるが、全館が明らかに書かれ同じ体裁になっている。各館刊末に筆者が記されているものがあり、以下のような名が挙げられている。大事は、五柏原天皇の第五王子である、 清彦親王の一筆とされている。江戸初期に作られたと見られる、クロールしぬりの専用ダンスに収められており、箱の大事は、角倉祖案官営9年6月22日の筆とされている。本文系統は、全体としては、当時主流であった青表紙本の系統に属するが、巻によって、大島本に近かったり、小白本や、宮内庁書領部像、三条西下本、 日本大学像、三条西下本に近かったりするもので、一部に別本である、アリバク本や、麦製本に近い異文を含んである。全体として現存する、どれかの写本との直接の継承関係は認められない。ありがとうございます。